ミッションキーが変なとこついてる。見たことあるかな、テレビとかで見たことある人もいるかもしれません。いわゆるあの、はいこんにちは、今日はね変な車買い取ったんでちょっと車で紹介します。いつもね酒飲んで、昼間から酒飲んでる動画ばっかり違うんで、ちゃんと仕事もしてますので紹介します。これオースティン FX4 プラス、いわゆるロンドンタクシーというやつ、2500のディーゼルで観音開きで7人乗りと、こんな感じ。こんな感じでイグニッションキーが変なとこついてる。観音開き、中めっちゃ広い。でこっちもシートがあって7人乗り2500のディーゼル、面白い車なんでちょっと動画撮ってみました。ちゃんとエンジンもかかるし、チェックランプもついてないし、7人乗ったら狭いけど5人やったら広いしね。ちなみにエンジンルームはこんな感じ、縦置き、そりゃそうやな、重たい、ボンネットすごい重たいね、閉めますということで、オースティン FX4 プラスロンドンタクシーでした。ということで、よかったらまたチャンネル登録といいねボタンお願いします。